きっすわ。これがアメリカの寿司です。すごい食べてる。好き。グモニー、おはようございます。今日も寝起きのそのままの格好顔ですいません今朝6時半前なんですけど、今日は土曜日で、そう、土曜日の1日密着動画を今日は撮っていこうと思います。で、今から朝ごはんを作るところなんですけど、前にオートミールのレシピを教えてくださいっていうリクエストをいただいていたので、ちょうどオートミール作るところだったので、今日はお鍋でオートミールを作ろうと思います。で、いつもは結構レンジで簡単にできるものを作るんですけど、今日はせっかくお鍋で作るので、アップル、リンゴを使ったアップルシナモンオートミールを作ってみようと思うので、そちら紹介していこうと思います。まずお鍋にアーモンドミルク1カップを入れます。お水でも全然いいと思うし、私は結構アーモンドミルクが好きなので、あとはミルクでも美味しいと思います。普通のこの砕いてない普通の大きいオートミールを3分の1カップを2杯ぐらい入れます。いつも本当に目分量だからかかんないんですけど、適当に。で、リンゴ、これ半分を使って、ちょっとキューブ状に小さく切ったものを入れます。で、温めるだけなんですけど、プツプツしたらちょっと火を弱めます。結構すぐできるから、もうちょっとしたら早いんですよね、結構できるのが。これ本当にね、オートミールはこの硬さは好き好きだと思うんですけど、私はプクプクしてから 3,4 分かな、弱火でちょっと混ぜて、でこういう感じになってきたら、今 3,4 分混ぜたので、ここにちょっとだけメープルシロップを少しだけ入れます。娘も食べるので本当に少しで、さらっと。あとはシナモンも入れます。私はこんな感じが好きなので、硬さがこんな感じの硬さになったら私は完成にします。ピングにスライスしたバナナを少しだけ入れて、アーモンドバターをいつも好きなので、ほんのちょこっとサイドに入れて、くるみ、砕いてあるくるみを少し、ほんと少しスプリンクルして、で、チアシードもちょっとだけ上からかけます。これでアップルシナモンオートミール完成です。いただきます。イリーまだ寝てるので優雅に朝ごはんをいただきます。美味しいかな。いや、髪すごいね、エリ。髪の毛すごいボンバ。おー、おはよう。お利口にしてたね。髪。今日は私が食べたオートミール、普通のやつもあげてみてるんですけど、普段はね、インスタントの砕いたやつだから、ちょっと固めかな、食べにくいかも、ね、はい、ここでどうぞ食べてください。でもリンゴは好きだからね。最近スプーン使ってる時に癇癪を起こします。やっぱりうまくまだ使えないからってのもあるのかな、イライラするみたいです。人参もブロッコリーも食べてください。
って言った。どうしたの？おいしいおいしいじゃん。うまく使えない？どうぞ。うん。どうぞ食べてください。置いちゃうの？朝の片付けしてたら本をこうやって一人で読んでます。一人で本読むの？ヘイリーマウイマウイと遊ぼう。うん、それ読む。前にね、絵本の紹介をしてほしいってリクエストいただいていたので、この動画でちょっと紹介しちゃおうかなと思って。まずこの白くまちゃんのホットケーキ、これ最近日本から買ってきてもらったやつで結構気に入ってます。はい、普通に読むだけですけど。はい、どうぞ。フライパンとボウルと大きなお皿を揃えました。材料はなーに？前紹介したギューっていう絵本と、この同じ種類のおいしい、これも日本でママに買ってきてもらったやつで、あとはこれ赤ちゃん語おしゃべり絵本、これももう最初の時から3ヶ月ぐらいからずっと使ってます、この絵本は。あとはこれ挨拶の本、ボノロンの挨拶、これはなんか、これは何だったかな、なんかお下がりをもらった気がします。でもこれは気に入ってました。このうるしいっていうやつはなんか何が出るかなって言って、こういう何が出るかなって言ってこういう感じ、バナナってなってるから、これは結構気に入ってました。最近ハマってるこの ABC の本も読みます。はい、開いて。はい、ABC の本読みます。はい、これ気に入ってるね。 A アポリンゴ、 B B8、 C キャット猫、ヘリー見て、 D ダーグ犬、 E エレファンゾウさん、始まったヘイリーとマウイの戦い。じゃれ合い。マウイって言うでしょ。マウイが遊んで。マウイ遊んでって言ってるよ、ヘイリー。あー、ダディ起きてきた。ダディ。ダディ起きてきたよ、ヘイリー。眠くてぐずり出しました。眠いんだ、ヘイリー。寝寝する？お昼寝、朝寝しよっか、ね、支度して今からヨガとネイルに行ってこようと思います。ヘイリーはタイミングよく今朝寝をしてくれているので、起きたらダディにお願いして。では行ってきます。ネイルやってもらいました。足も見えるかな、足も同じ色でやりました。今回のネイルは、まあ、いつもこんな色なんですけど、ピンクベージュ、この間赤だったからちょっと落ち着いたピンクベージュで短めにしてもらいました。長かったから短く、これで手足で45ドルでした。本当に安くて、しかも1時間ぐらいで手は終わるので。まあ、さっき帰ってきました。もう1時半なんですけど、ランチを食べないと、ランチを作ってヘイリーにもで食べたいと思います。わっ！
に行ってこようと思います。夜ご飯で珍しく彼がお寿司食べに行くって言ってくれてそう、彼はねもう皆さんご存知の通りお寿司食べれないし、日本食が苦手だから、食べれるものって言ったら天ぷらとかなんか照り焼きとかそういうものしか食べれないんですけど、でも私に付き合ってくれてたまに寿司屋さん行ってくれるので、今日はそうちょっと寿司食べに行こうって言って行ってきます。外が寒いのでヘイリーもこもこの着せて行ってきます。ヘイリー行ってきます。寝起きで眠そう、眠いな。このラブボート寿司っていうところです。これコリアン系の寿司屋さんみたいなんですけど、ここに行きます。とお肉のチャーハンを持ってきました。お寿司食べれないから。枝豆は好きで食べます。 I know you like it, mommy. ヘイリーも食べます。 It's too hot, right? No? Okay. Ow, my ear!彼が寿司をトライします。How's it? Good? What did you get? カニとね、クランチーロールかな？カニと、なんかの。私はレインボーロールと、うなぎのハンドロールって手巻き寿司みたいなのにしました。これがアメリカの寿司です。すごい食べてる。好き？How did you like the sushi? I hate seaweed. How do you eat that? Nori がダメみたいです。Sushi was okay. So rich. Yeah. Well, the seaweed. Yeah. Some people hate that. Seaweed's like. Nori がね、多分ちょっと紙を食べてるみたいな。Seaweed's like paper in my mouth. I can't bite through it. Yeah. I know. Like, だからあんまり好きじゃなかったみたい。Like some kind of plastic got stuck in there. アイスクリーム大好き人間なので全部丸々食べます。入ってきました。寝かせます。もう8時半になってしまったので眠いね。歯磨きして寝かせたいと思います。ヘイリーおやすみなさい。してヘイリーを寝かせたら私も映画を見て、今彼映画見てるんですけど10時半には寝ようと思うのでという感じで本日の動画は以上になります。この動画気に入っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムの方には私たちの生活を結構ストーリーに日々の様子をパッと上げているので、まだフォローされていない方はぜひフォローの方お願いします。では次回の動画まで See you next time. バイ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 。
言って。バイバイ、よだれ。